Sakura. Komoda の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだそうだ。それは違う。俺は崖から戦を見てた。ハーンが足立様に何をしたと思ってる。油と松明を使ったんだろう。もう知ってるよ。あれは卑怯者がすることだ。足立様は太刀を。ハーンは誠の勇士に立ち向かうのが怖かった。酒井、ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハーンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハーンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるか。危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。そうだ、ハーンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。
Barbo! Barcella! Эцэний явтжээ. Уцад ирж шадахгүй л дээ. Тэр мун байж таарла. Тэр нэг алий.樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。
海を見る。ないよ。嵐の前の静けさ。こちらの利になるよ。今は火を消したままにしておくと、もうこの船の目指す印になってしまう。奴らが去ったらつけよう。さあ、物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いが、港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。鳥が弧を描いてる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだ。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に誘い込む。騎兵に囲まれてしまうだけか。あの辺りに兵はおらんだ。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。土まで止めねば日の元が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上額で司祭を決めよう。酒井。猛虎は何頭の馬を船に乗せてきたんだろうな。数百だろう。餌をやって世話するのも大変だったろうに。いい知らせがあるよ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？
影、世を守る闇。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、妖霊。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。お？ん？せば化け物になり下がったと示すだけ。志村殿が後ほど宿泊で演説される。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交えるのカギ縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。
出撃。前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。島で食い止めねば将軍様の噂を危うくさせてはならぬか。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得たのだ。クロードは島に災いを起こした。罪は逃しません。城内をくまなく見た。何かあれば知らせる。目指すは最上階。今なら忍び込める。
学の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は、お目に留まりそうなところに。酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまた間見えんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。